皆さんこんにちは、村長です。今日はコードワーカーという AI を使ったコード進行の指南ソフト、ウェブアプリをご紹介します。無料ですし、 Windows でも Mac でもブラウザーが動けば対応できますので、皆さんも使ってみてください。そして DTM に興味のない方、単純に作曲をしたい、そういう方にもすごく便利なツールになっていますので、ぜひとも使ってみてください。村長ミュージックスタジオ。はい、今画面にありますようにコードワーカーという名前で検索するとすぐにヒットします。そしてこのような画面が表示されます。ここにはキーボードの配列でこのようにレイアウトされていまして、そして下には自分で作成したいコードを作る機能もあります。そして右の端の方がブラウザーというふうに画面がなっています。この状態でこのまま音が鳴りますので指南ができます。左の方のプリセットというのはスタンダードテトラッドというのとスタンダードトライアドというのがあります。これは上の方が4和音で構成される和音を表示していまして、そしてこちらの下の方は3つの音で構成される和音を表示しています。そして右の上の方にコードを移調する機能があります。自分の作りたいコードのキーを演奏しやすい音程などに合わせてコードを指南してもらうことになります。今日は分かりやすく C の波長調、これで説明をしていきたいと思います。もちろんこれはこのキーボード配列になってますように、例えば真ん中の C を押すときはキーボードの E のキーを押すと音が鳴ります。はい、このようにですね。そして次のコード進行をブルーの色で表示してくれています。濃いブルーは特におすすめのコード進行で、灰色の方はそこに行っても悪くないというようなコード進行です。それでは続けて押してみたいと思います。このようになります。テトラッドの方でするとこのように C メジャー7の方からスタートになります。最後、長い音符がありましたが、押している間中音が鳴ります。それはキーボードでも一緒です。キーボードでも長押しします。はい。このようにしてコードを指南してくれるわけです。空いている場所には、ここで自分で好きなコードを作ることができます。例えば C の音 G。ベースコードですね。オンコードとも言いますが、それをここで指定することができます。そしたら C スラッシュ G というようなこういうものも作れました。もう一度やってみます。はい、DAW を使っていない人はここまでのことさえ覚えればコード進行をこのようにして人工知能に導き出してもらうことが
できるようになります。この後は DTM で DAW を使っている人などに分かりやすい説明を加えていきます。 DAW で使うためにはこのブラウザの機能自身がちょうど MIDI のキーボードをつないだのと同じようになります。その時はどういう風にしていけばいいのでしょうか。まずは仮想 MIDI と言いまして、 DAW とそして MIDI キーボードなどをつなぐ時に使ういわゆる MIDI の規格と同じように、通常 MIDI でつなぐことのできないそういう機材を、まあ今回は機材と言いましてもソフトですけれども、ソフトをつなぐためにこのループ MIDI は開発されました。 Mac の場合は Mac IAC ドライバーと言いまして、オーディオ MIDI セットアップの中にこういうような機能があります。 IAC ドライバーを設定できます。 IAC ドライバーにつきましてはまたウェブなどでいろいろ情報が出てきますので、使い方自身を設定して仮想の MIDI ポートというのを新たに作ってください。それでは Windows のループ MIDI のことを説明したいと思います。ループ MIDI をこのサイトから緑色のリンクアドレスをクリックするとダウンロードができます。それをインストールして、そして起動するとこんな画面が出てきます。今4行ありますが、最初は一番上のループ MIDI ポートというのだけです。でもそれでも大丈夫です。これさえインストールすれば設定というのは特にいりません。新たなポートを僕のように作ることもできますが、それはご自由です。次に自分の使っている DAW をこの MIDI ポートを利用できるように設定します。今回はスタジオ1で設定します。スタジオ1を起動するとスタジオ1のオプションメニュー、こういうのはどの DAW でもあると思いますが、その外部デバイスを選択します。新しく追加を押しまして、僕の場合はこのようにデバイス名にコードワーカーというふうに名前を付けました。これは任意の名前でいいです。そしてここでループ MIDI のポートを選択します。今はループ MIDI コードというのになっていますが、皆さんが設定を特別何もしていないときはここにループ MIDI ポートというのがあります。これを選択します。これで MIDI の受信元が設定されたことになります。 OK を押します。これで DAW とつなぐ準備ができました。それではコードワーカーの画面を出します。はい、新しくコードを作るんでなければウィンドウは小さめにしておく方が便利です。はい、ここでスタジオ1のウィンドウをクリックしたら、もちろんのことですがコードウォーカーのブラウザーは後ろに行ってしまいます。これではとっても不便ですね。そこで新しいアイデアがあります。 Windows にも Mac にも無料のユーティリティソフトなどで、そのウィンドウを最前面にできるソフトウェアがあります。ここでは最前面でポーズという無料アプリを利用しました。ここでダウンロードをします。この URL などは最前面でポーズで検索してください。概要欄にも貼っておきます。ダウンロードするとこの Windows のソフトの場合ポーズ 200.ip という圧縮ファイルできますので、それを解凍したものがこれです。はい、ここにポーズ exe というのがありますが、これを起動しても何も変わったことが起こりません。起こりませんが Windows の場合右の常駐アイコンのところに PS というソフトウェアが立ち上がっています。そしてここでは基本的には何もすることなく
パソコンキーボードのポーズを押すだけでいいんですが、どうしてもポーズというキーがなかったり、もしくは何かで他に使っている場合は設定をやり替えることができます。今は僕はポーズのキーを押してますが、ここで他の指定したキーにショートカットを割り当てることができますので、ここをクリックしてショートカットキーを押して設定をし直してください。そうすることによって先ほどのこのコードワーカーの画面を最前面に固定することができます。ポーズキーを押します。はい、右の下の方に設定しましたみたいなウィンドウがポップアップされます。しばらくすると消えます。そうするとこれは必ず最前面になりますので、例えば後ろのブラウザ画面をカチンと押しても消えません。そしてこのようにスタジオ1の画面の上に載せても、スタジオ1でこのように操作をしたりしても前のウィンドウは変わらなく、これを邪魔にならないところに置いておくといいでしょう。先日これのファーストインプレッションということで使い方動画をしました。その時はここでリアルタイム入力を入れました。それはこうやって録音モードにします。で、このコードワーカーの設定は出力をブラウザーから MIDI に変更します。そして先ほど設定しましたこのループ MIDI ポートというのを選ぶようになります。もしこれがうまく出ない場合はもう一度ブラウザーを再起動してやってみてください。もしくはこのコードワーカー DL という上の画面をクリックして、そしてこの使ってみるというのをもう一度このように選択してみてください。するとちゃんとこのデバイスが表示されると思います。この状態でこのコードを押します。そしたらスタジオ1の左の画面を見てください。音が入ってきてるのが確認できると思います。先日はこの状態でリアルタイムの録音をしました。どういうことかというと、これでもう録音ボタンを押して、そしてこれをどんどん入れていくということになります。録音スタート。はい、このように今入力をしましたが、聞いていただいた通り僕の場合パソコンキーボードに慣れていないのでマウスで押しているせいか、このようにとってもずれています。まあ全てを選択して、そして四分音符ぐらいでクオンタイズをかければこのようにきれいに揃います。もう少しいい方法をお伝えします。僕が一番やって良かったなと思った機能です。それはステップ入力という方法です。どのソフトウェアにもステップ入力というのがありますが、ここでちょっとチップスをお伝えしたいと思います。他の DAW では全てにはないんですけれども、 iPad でのリモートコントロールソフトがあります。それはどういうものかと言いましたら、はい、今画面の右下の方に表示しましたこういうソフトです。ちょっと画面を大きくしたいと思います。このソフトにはスタジオ1でできるほぼ全ての機能がこの iPad でも操作できるようになっています。上の方のメニューをスライドすると、僕はここで自分ででもカスタマイズできますので、ステップ録音というのを作りました。このようにして
上の赤いステップ録音というのを押しましたら、スタジオ1の今ここで赤く光っているところがありますね。ここが切り替わります。ちょっと見ててください。はい、このようにリモートで操作できます。ちょっと画面を縮めます。ここでノート帳全音符とかノート帳2分の1、4分の1というのがあります。これを押すと次入れたい音符が自由に変えれます。はい、見えますでしょうか。このように入れれるわけです。今一応全音符にしてあります。そこでステップ録音をこれから開始したいと思います。まず一番先頭に戻しまして、全音符になってますので1小節分の音がここに入ることになります。じゃあやってみます。はい、入りましたね。もし半分の長さでやりたいときはこれで2分音符にしまして、はい、今度は四分音符にします。便利ですね。そしてこれもスタジオ1の新機能にこんな機能ができました。コードのトラックを表示しておいて、そこで右クリックのコード表示というのをしましたら、このようにコード表示パレットが出てきます。そこで入力コード名にしておけば、これを確認しながら入力することができます。こういうふうにですね、これもとっても便利ですね。そして今入ったものをコードトラックに上に引き上げると、このように入れたコードがバッチリ表示されます。案外早いですね。もう一度さっさっさっとやってみます。すべてを選択します。消しました。これで先頭に戻します。そしてチャッチャッチャッと入れます。給付を入れたい時もスタジオ1の方に給付というのを作ってあります。今押しました。押したらこのように今決めてる長さで給付が入ります。はい、そしてまたここで入力をしていきます。音符を変えます。はい、このようにしてもう一度今入れ直したわけですから、上のコードも更新しましょう。はい、このようにとても便利になりました。そしてこれを再生してみます。その時にはこのコードトラックにしておくとコードが表示されます。はい、こんな感じですね。この今のコードトラックの表示は、前に今演奏されているコード、そして青い文字で表示されているのは次のコードということで、これを見ながらギター伴奏をさらにレコーディングするとか、そういうことができますので、この機能はスタジオ1の 5.4、今最新版になってからついた機能ですし、もしエディターというふうにしましたら、ここに仮にコードが全くない場合でも、
ここで表示ができるようになっています。実際の音符が表示されるということです。便利ですね。今日のポイントをおさらいします。まず、DAW とか DTM というものをやっていない人も、このソフトは本当にコードをどうしようかな、板を抱えながら、これがいいかな、次はどんなコードにしようかな、そういう時にも使えます。そして DAW を使っている方は、まずは仮想ミディドライバーというのをインストールします。そしてそれが終わったら DAW のミディポートを新しくキーボードをつなぐように設定しまして、仮想ミディドライバー、 Windows の場合はループミディのポート1というポートを設定すると、このブラウザーのコードワーカーと DAW がうまくつながるようになります。いわゆるミディキーボードの役目をするということになります。それが終わりましたら、次やることはこのソフトのデバイスをミディに切り替えて、今指定したポートを選択するということです。そしてそれが終わりましたら、次は僕のように便利に使おうと思うときは、このソフトを最前面にするようなソフトウェアを入れることです。それがどうしてもできない方は、こういうやり方もあります。スタジオ1の方を少し小さいウィンドウにしておいて、そしてこちらをこのように被らない位置に配置することです。このようにすればどちらも消えることがないので、同じように入力をしていくことができます。必ず最前面にしないといけないわけではありませんので、ここらはご自分の工夫でやってください。でもまあ、こういうふうに最前面にできるソフトを無料ですから使うとさらに便利になります。今回紹介したコードワーカーはもう3年前に出来上がっていたソフトらしいです。僕はこの便利な人工知能のソフトウェアを皆さんにお勧めしたいと思います。そして開発者の竹川さんとも連絡を取って、竹川さんの方も3年前に開発できたソフトだから、今もう一度これに少し手を加えたら、さらにもっとコード指南が便利になりそうだということもおっしゃってました。お忙しいらしいですので、薄く期待をして待ちたいと思っております。ぜひとも皆さんの方でも、この前に紹介したシカキという人工知能歌詞制作ソフトもとっても便利で、皆さんもう使われて作品を作っている方も僕の周りにはいます。そのソフトウェアや、またもう一つは歌声合成ということで、自分が歌った声が歌声のライブラリーの、例えばアニメ声の女性の声に変換されると。今までで言えばボイスチェンジャーということで、それを少し改良したようなソフトウェアはいくつか出てきました。でもどれも本当の音楽制作に使えるほどの品質ではなかったのです。今は僕の周りではシンセサイザー V、チェビオ、そしてニュートリノですね、そのようなソフトはもう今や人の声と聞き違えるほどに便利になっていますが、今竹川さんの会社、ダイアトニックコードという面白い名前の会社名なんですけれども、そこで開発されているのは、自分が男であろうと女であろうと、それを歌った声が歌声合成に変換されるという画期的なソフトウェアも開発中です。僕もそれにも随分期待しています。今までの音符を MIDI 入力してそれを歌わせるというソフトとは
全く視点が違う素晴らしい発想だと思います。ぜひともそれにも期待しましょう。今日はコード指南のウェブアプリの無料版ということでご紹介しました。村長でした。